6コース6号艇佐藤翼、土屋美奈美選手は今月都で復帰予定です。旦那が一足早く結果を出します。角は4コース4号艇村田修司が取って3対3です。全員がチルと跳ねた一戦ということになっています。ボートレース2 G3 参考マキシーカップの優勝戦、大時計12秒進回転始まりました。スタートまではまもなく残りは10秒です。インコースから1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。優勝戦1コース1号艇河合、3号艇椎名がコーススタート。まくっていくのは3号艇椎名豊、準優の再現か。一気にまくった。陰線1号艇河合、切り込んだら2号艇椎名、外行ったら5号艇土屋、左右茶6号艇佐藤もまくりました。3号艇椎名豊がトップ、2番手内6号艇佐藤、外は1号艇河合、この内側から2号艇椎名接近、大外5号艇土屋、スタートは正常です。2マーク2番手争い2号艇石川先まった。6号艇佐藤が差し返す間、5号艇土屋、左右茶1号艇河合が続く。2番手争い混戦です。内6号艇佐藤、外は5号艇土屋、大外2号艇石川、この内側から1号艇河合が続く。2周1マーク2番手争い内1号艇河合勇気が小回り、握っていったのは5号艇土屋、ちょっと前が壁6号艇佐藤、切り込んでくるのは2号艇石川、本田2番手は5号艇土屋と戻り、3番手争い6号艇佐藤、内側から2号艇石川接戦です。第2ターンマークは3号艇椎名豊がトップ、2番手5号艇土屋と戻り、3番手内側から1号艇河合勇気が先まった。差し返す2号艇石川、握った6号艇佐藤翼、3番手争い内2号艇石川、間1号艇河合、外6号艇佐藤、最終周回です。まさに準優勝戦の再現だった3号艇椎名豊、まくって先頭1番クリア、2番手5号艇土屋、3番手内側から2号艇石川先まった、握った6号艇佐藤、内をつく1号艇河合も3番手争い、今度はねじ伏せようと6号艇佐藤、内2号艇石川、埼玉勢3番手争いです。これでツアー連覇達成、今年7回目の優勝椎名豊、ラストマーク先頭でクリア、2番手5号艇土屋、3番手2号艇石川先まった、切り込んだ6号艇佐藤はちょっと1号艇河合と競った、3番手2号艇石川さ、優勝は3番椎名豊五輪、5番土屋五輪、2番石塚五輪、6番佐藤1番河合、4番村田五輪です。